バージーラーオニセイ、バージーラーオニセイ、マラーティー語、バジラオイ、1775年1月10日から1851年1月28日は、インドのデカン地方、マラーター王国の世襲における第八代、最後の最小、ペイシュワー、在位、1796年から1818 18年、マラーター同盟の名手でもある、ラオパンディトパンダーム、 ラオ・パンデット・パンダムとも呼ばれる。1775年1月10日、バージー・ラーオは、マラーカー王国の廃位された最小ラグナート・ラオと、その日、アーナンディ・バーイの息子として生まれた。父であるラグナート・ラオは、最小復帰を目指し、同年3月にイギリスとスーラート条約を結び、彼を失脚させた、財務大臣、ナーナー・ファドナビースとの戦争へと向かった。 第一次マラーター戦争。彼は1782年5月に、講和成立するまで戦い続けたが、最初には復帰できず、ナーナー・ファドナビースが、王国の実権を握り続けた。だが、1795年10月に、最初マーダブラーをナーラー・ヤンがプネーで自殺すると、マラーター諸侯らの間に紛争が起き、バージー・ラーをもこれに参加した。結局、 1796年12月4日に、バージー・ラーオンが、ナーナー・ファドナビースの指示により、バージー・ラーオニセイとして王国の最小となった。だが、彼の統治は名目上のもので、ナーナー・ファドナビースが実際の統治に当たっていた。1800年4月にナーナー・ファドナビースが死ぬと、バージー・ラーオニセイと、マラーター諸公との関係が著しく悪くなった。ことに、 インドールのホールカルケとの関係はかねてからとても悪く、ビトウジーラーホールカルは最小府の領土に襲撃をよくかけていた。1801年4月、バージーラーを2世はビトウジーラーホールカルを捕らえることに成功し、21日にゾウに踏みつぶさせて殺した。だが、この残虐な処刑はその2位やシュワントラーホールカルの怒りを買うこととなった。 た。1802年5月、ヤシュワントラーオは、最小府の領土に侵攻し、マーレーガオン、アフマドナガル、プランダル、ナーシク、ナーラーヤンガオン、ネールなどを次々に落とし、プネイに迫った。そして、同年10月25日に、バージーラーオニセイと、シンディア家の軍が、ヤシュワントラーオの軍に敗れ、プネイの戦い、最小府プネイが占領されると、バージーラーオニセイは逃げざるを得なかった。 ヤシワントラーをホールカルに敗れた後、同月27日に、バージーラー・オ二世は、側近とシンディア家の兵ともに、ラーエガドに行き、そこで1ヶ月過ごした。そして、彼はさらに、ボンベイを拠点とするイギリスの領土へと逃げた。そして、1802年12月31日に、バージーラー・オ二世は、イギリスの援助を受けるため、軍事保護条約、バセ政援条約を結び、 1803年5月13日に、ブネイに帰還した。だが、バージーラーを2世が結んだ、馬戦条約には、マラーター王国の領土活動なども訳してあったため、マラーター諸行の反感を買うこととなった。味方だったシンディア家もイギリスが、マラーター同士の争いに関与してきたことに脅威を覚え、最小府から離反した。もはや、イギリスと、 マラーター諸公との争いは不可避であった。同年8月、イギリスとマラーター諸公シンディアやホールカルケ、ボーンスレーケとの間に戦闘が起こった第二次マラーター戦争。しかし、シンディアケとボーンスレーケの軍勢は、イギリスとの幾度かの戦闘で敗れ続け、12月にそれぞれ講和条約を結んだ。しかし、ホールカルケのヤシュワントラーをホールカルだけは、 戦争を続行し、彼は戦いを互角に持ち込み、イギリスは戦費増大を恐れる結果となった。そして、両者共に戦闘が続行不能に陥った時、1805年12月に講和が結ばれ、戦争は終結した。1814年、バージーラー二世の最小夫とグジャラートのガーイグワード、ケトの間で、グジャラートの重要都市、 アフマダーバードをめぐる争いが起こった。そして、その朝廷はイギリスによって取り行われることとなった。だが、1815年7月14日に、ガーイクワード家から派遣された施設ガンガーダル、シャーストリーを、バージーラーを2世の家臣が殺害してしまう。暗殺したその家臣はイギリスによって逮捕され、ボンベイに投獄された。しかし、 1816年9月にこの家臣は脱獄し、バージーラーを二世は彼に資金を援助し、シンディア家のダウラトラーをシンディアとホールカル家のマルハール、ラーをホールカル二世に対し、共兵して、イギリスに共同で立ち向かうこと提案した。この動きは、間もなく、イギリスに察知され、1817年6月13日に、バージーラーを二世に対して、 新たな条約プネー条約を押し付けた。これは以下のような内容だった。これは形式上においても実質的においてもマラーター同盟の解体を認めさせるものだった。また、イギリスが当時押し進めていたインド諸公の半王国化そのものでもあった。こうしてバージーラーを二世はイギリスとの戦争を決意し、同年11月5日に、 プネー近郊カドキーのイギリス駐在官邸を将軍マープーゴーカレーに襲わせたカドキーの戦い。ここに第三次マラーター戦争が始まった。この戦争にはシンディアやホールカルケ、ボーンスレーケなども参加したが、イギリスによって短期間のうちに制圧され、それぞれ翌年初頭までに講和条約を結んで降伏した。1818 18年1月。 バージーラー・を二世は、高齢ガオンでイギリスに敗北した後、高齢ガオンの戦い、その勢力が減退し、2月には、バープーゴーカレーが戦死した。それでも、彼は振りながらも、イギリスと戦い続けた。しかし、同年6月3日に、バージーラー・を二世もイギリスに降伏し、第三次マラーター戦争は終結した。これにより、マラーター同盟は崩壊し、 最小の政権は取り潰され、その領土は没収された。バージーラーオニセイは、最小府の領土は没収されたものの、カンプル近郊ビトゥールに領地を与えられ、年80万ルピーの年金を当てがわれることとなった。年金生活中、彼はヒンドゥー教に敬した生活を送ったとされるが、その反面かつて、イギリスに対して味方したことをずっと後悔したともされる。また、 バージーラー・オニセイは、追放先で、ナーナー・サー・ヒブを養子とし、ダクシュミー・バーイを引越していたことはよく知られている。1851年1月28日、バージーラー・オニセイは、ビトゥールで死亡した。だが、ナーナー・サー・ヒブは養子であることを理由に、年金の相続を否定され、これが、インド大反乱の一因にもなった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。